田尻町は大阪府仙南地域に位置し、仙南郡に属する町。沖合には日本の玄関口関西国際空港がある。大阪湾に面し、泉佐野市、千南市に接している。沖合に浮かぶ関西国際空港もある。2006年3月27日に岐阜県ワンパチ軍ス町の廃止によって、日本一面積の小さい町となったが、 同年10月1日時点の調査では埋め立てによる面積増加のため現在は戦北軍忠岡町が日本一面積の小さい町となっている。2021年10月14日現在、田尻町は地方交付税不交付団体の自治体である。町面積の3分の2を占める関西国際空港からの税収が町財政を支える。 農業農業では玉ねぎ水なすの栽培が盛んである。玉ねぎは米の裏作として栽培が行われている。玉ねぎは先週玉ねぎとして知られている。明治10年代から岸和田市田尻町で玉ねぎ栽培が研究、奨励されるようになり、日本でも最も早い時期から玉ねぎ栽培が始まった地域の一つである。漁業繊維業大阪合同防石をはじめとして、 大正時代以降、防災企業が栄えた。田尻町内の郵便番号及び集配担当の郵便局は口実の通り。郵便の集配業務は、先週空港中は大阪国際郵便局、それ以外の地域は泉佐野郵便局が行っている。平成22年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると、11.67%増の8085人で、 あり、増減率は、深43市町村主位、72行政区域中4位。関西国際空港田尻町にとって、関西国際空港は、町を支える貴重な税収の一つである。ありがとうございます。